皆さんこんにちは。漫画家に動画を権利者削除させられた VTuber、メイドのリコです。早速、タイトルはこちら。天聖領主の有料開拓、前世の記憶を生かしてホワイトに勤めたら、有能な人材が集まりすぎました。です。作者は、空の進様です。本日は有名な作品を私も読んでみようということで、手に取ってみました。感想は他の方々と同じになってしまうかもしれませんが、最後までお付き合いください。これよりネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。それでは、天聖有料開拓のあらすじはこちらです。休日出勤、サービス残業、上司のパワハラ、上がる税金に上がらない給料により、過労で倒れてしまった男は目が覚めると、少年の姿になっていた。領主の息子として肉体を乗っ取った男は、少年の代わりに幸せな人生を歩んでいたが、ある日領地に魔物の群れが襲ってきた。そして、建物に全くの被害も死体も出さずに無人の町にさせてどこかへと去ってしまった。戦時下にどこにいたのか、両親も領民もいなくなった領地でただ一人、ライル・アーレンツは泣いてしまう。領主が逃げれば反逆罪、残り続けても魔物に殺されるか餓死してしまう。ならば、人を集めて軍備増強に食料生産だ。両親の遺産もあるから当分の資金は大丈夫。王都へ被害の報告や派兵は後回しに、商人に領民募集の広告を貼り出すお願いをしたのだ。その内容がこれだ。あまりの好条件に疑いをかける人々だが、大衆に見てもらうための求人票を引っぺがしてやってくる者が現れた。ドラゴンを手土産に、元 S ランク冒険者のエレンがやってきた。面接のような面倒くさいことは抜きにして即採用。エレンは防衛担当を任される。翌日、エレンの仕事ぶりを確認するために魔物狩りに同行する。買った魔物は商人に売りさばき、8割をエレンへ、2割をライルにする成果報酬契約に好条件すぎて怪しむエレン。ライルは使い潰される苦しみを知っているので、働く人を大切にしたいと思っていると正直に話すと、かように素晴らしい領主はいないと、片膝をついて忠誠を誓った。という感じです。すごい。領民総公務員課ですか。ニートな領民は許さないぞ。意味がわからないよ。もうガバい、ガバくない部分を探す方が難しい。町に全くの被害を与えずに領民を全員行方不明にさせるとか、魔族領との防波堤にもなっている重要拠点に全く軍事費を割いていないとか、王国側が、ライルが報告するしないに関わらず魔物襲撃を全く把握していないとか、領民が全くいないところに商人がやってくるとか、大穴が目の前にあるのに構わず突っ込んで落ちるとか、領民が、行方不明、なだけなのに新しく来た領民に空き家を渡すとか、聖女や大賢者がふらふらっとやってこれるのも不思議でなりませんが、今後どうやって来たのかというキャラの深掘りが書かれていれば問題ないかな。それくらいありますよね。立場ある人間が抜け出てきたんですから。二人目の領民は無理やり大勢の前に出されて、人権なんてないような日々を過ごしていました。よくわかっていないライルは、それを罰ゲームだと解釈し、ここでは君の好きなようにすればいいと励まします。励ましの言葉自体は良いと思います。無理に嫌なことをさせられるのを罰ゲームだと思うということは、すべての仕事を喜んでやっていたんでしょうね、社会人男性は。しかしそんなことはなく、普通に嫌がってるし条件のいいところに転職したいと考えていました。嫌なんでずっと罰ゲーム受け続けてるわけ。仕事を罰ゲームだと思うなんて珍しい人ですね。私は時間と技術を対価にお金をもらう行為だと思っていたので、その考えは私には新鮮でした。罰ゲームでお金もらえるってすごいですよね。芸人かな？そして両親がまだご健在な頃には、100人以上の領民が暮らしていたらしいです。確かに1000人だろうが1万人だろうが、100人以上には変わりはないのですが、単位が少なすぎる。この規模の町だったんですよね。
それに領地には他に町はなかったのかしら。少なすぎて違和感がありました。領民のためにより良い生活を与えようと考えていること自体は大変良いと思います。その心意気は全く否定しないし、そんないい仕事があるのなら私も就職したいです。そして周りの人たちに支えられながら漁師として成長していく過程を書いていくのもいいです。ワンマン運営ではなく家臣の進言に耳を貸すいい漁師になりそうで楽しそうです。ただね、成長を書こうとしているがために主人公の知能を極限まで下げるのは良くないと思う。その最たる例が求人票ですよね。僕の考えた最強のホワイト企業感がビシビシ伝わってきてほんと辛い。領民って必ず働かなければいけないんでしょうか。働いていなくても領民じゃないの。逆を言えば働かなかったら領民じゃないんでしょ。病人や老人はとっとと消えろってことですよね。この募集だと住民を募集しているのか働き手を募集しているのか混乱するんですよ。他にもツッコミが追いつかないほどたくさんボケがあるんですが、皆さんは他の人たちの動画を見て聞き慣れていると思うので私は言わなくってもいいかな。でも少しは言いたいから他の人が言ってなさそうな部分を言おうかしら。月給、つまり基本給ですけれど、引かれる税金、種類は領地ごとに違うんじゃないかしら。銀貨30枚と言っているけど、手取りはどうか10枚かもしれませんから、これで好条件だと喜ぶにはまだ早くない?しかも別途収入、副業かな?それがあれば歩合で下がるってことでしょ?この意味するところって。給料にそんなことあります?それに、各種危険手当あり、って何でしょうか?危険に対する手当しかないわけ?そもそも求人に危険手当なんて曖昧な説明ありますか?各種手当あり、ならまだ理解できます。それでも、その手当の種類を全て書かないと意味ないですけれどね。求人募集なんだから、省かずに全部書くでしょうが。何も考えていない、考えられないから省略してるんでしょ?その次の、細かい規約などは一切なし、もう考える頭がないから書いてないだけですよね。公務員だけど、知り得た情報はどんなものであれ口外していいってことですよね。それでいいんだ。それは細かくないよ、荒い規約だよ。と言い逃れできるかもしれませんが、書いていないんだから知ったこっちゃないですよね。そういう問題が起きないために規約をしっかり設けるんですよ。成長を書きたいから意図的に知能を下げているんでしょうが、下げすぎです。頭が悪くて悪くて、これが本当に現代社会で会社員していた人間なのかと疑ってしまいます。嘘が平然と横行している2ちゃんで聞いたのかわかりませんが、映画や漫画が経費になっていることに疑問も抱かないし、よっぽど特殊な企業じゃないと経費にならないし、経費だとしても娯楽のためじゃないですからね。ライルは娯楽用だと思ってそうなので本当に頭悪い。何が前世の記憶を生かしてですか。何にも生かせてないですからね。もっと社会人としての知識を持っておいて欲しかったです。私、あることを思ったんですよ。求人出す前の出来事って、もしかして全てライルの妄想なんじゃない?と。お金はどこかから奪ってきたりしたのをヒールし、自分でありもしない良心を作り上げ、魔法かお金の力かで無人の街を作り出す。そして魔物の集団に襲撃されたのだと自己暗示をかけて領民を募った。という、過労で頭おかしくなっちゃった男の妄想話だとするのなら、ちょっとガバい箇所はありますけれど納得いくんですよ。有象無象の魔物の集団が襲撃してきたのなら、何かしらの兆候だから他の領地にも影響があるだろうし、同種ではなく、多種多様な魔物が一斉に襲撃してくるということは計画的な侵略行為と考えるのが当然ですし、それを王国に報告すらしないなんて、それこそ反逆罪にならない?そんな事実がないからこそ報告をあげないんですよ。侵略してきたのなら、魔物たちがその町を占領しているはずですからね。この現象を正当化するためには妄想話とするしかないわけですよ。ゆっくり休養してください。今回の動画はいかがだったでしょうか?このような感じで、私が思ったことをありのままに話していきます。
このような私に話してほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。メンバーシップも始めたので、よければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。また次回感想を言いたい作品がありましたらお会いいたしましょう。